ビーチクラフトツインボナンザモデル J50 ツインボナンザビーチクラフトツインボナンザはビーチエアクラフト社が開発した創発レシプロビジネス機ビーチエアクラフト社は1945年に初飛行したボナンザが非常に好評で販売面でも成功であったことから次には創発機ブームが起こるであろうことを予想しボナンザを創発機に発展させる計画を持った これがツインボナンザである。本機は6座席の総発系飛行機として、第二次世界大戦後のアメリカで初めて設計された航空機であり、1949年11月15日に初飛行を行った。当時の同級機としては、エアロコマンダーなどがあり、これらに比較して、速度性能やスマートさでは劣っていたが、 健牢性や信頼性によって根強い人気を保ち、大きな機体に小さなキャビン、2列のベンチシートに3名ずつ分かれて着座するという贅沢さから、空飛ぶキャディラックと好評であった。また、アメリカ陸軍も軍用系輸送機として L-23 セミノールの名称で採用した。1963年まで製造され、総生産数は994機。 ボナンザの胴体を縦割りにして平行部材によって幅を広げそこに主翼内翼となる基準翼部分とエンジンマセルをリベットにて固定しこれに外翼としてボナンザの主翼をテンションボルトによって接合したエルロンとフラップの割り付けは変更されているエルロンは上下対小断面フリーズ型マグネシウム合金製フラップは 主翼ガイドレールに沿って繰り出される、シングルスロッテッド式計4枚を1個のモーターから、伸びた、フレキシブルシャフトが駆動する。胴体後部と尾翼は新しく設計されたが、複桁式に波板加工したアルミ外反、マグネシウム合金の昇降だ、方向だという構成自体は、ボナンザ同様である。主脚は、オイルエアストラット式、1個のモーターで、前足。 主脚とも引き上げる仕組みである。完全に足が引き込まれた状態でもタイヤの一部はエンジンナセル下部から顔を出しているが足上げ着陸時への配慮である。エンジンナセルは増速排気管式を採用している。排気管から排出される高速ガスをオーグメンターチューブに放射し、ベンチュリー効果でカウリング内部の空気を排出する仕組みであって出力に応じて エンジンカウル内の通気量が調節されるため、カウルフラップはない。このことで、気筒音コントロールの手間は軽減されたが、オーグメンターチューブは一種の笛でもあるため、エンジン排気音は大きい。本機の対空類別は、書類上 N 類となっているが、機体強度としては、U 類等と思っており、胴体を拡張した機体としては、非常に堅牢である。U-8D セミノール。 ありがとうございます。